おはようございます。おはよう、おはよう、おはよう、ありがとうございます。おはよう。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。ハートだるま、ありがとうございます。おはようございます。お、気づきました？そうなんです。スライムがかぼちゃになりました。おはようございます。ちいかわ。かわいい。なんかふと見たときにさ、勉強とかしてたりとか寝る前とかにふと見て、ここにちいかわがいるとなんかちょっと癒されて気分が明るくなります。ふと見るとちいかわがいるんですよね、ここに。かわいい。ハートだるま、ありがとうございます。おはようございます。お疲れ、ありがとうございます。おはようございます。コロナはお大事になさってくださいね。水色だるま、え、お米これ、え、お米これ、あ、すすきか、びっくりした。お米の稲かと思ったよ。すすき、ありがとうございます。ほんまや、お団子もありがとうございます。アットさんだるま、ありがとうございます。タワキーさん、ハートありがとうございます。ジュニアさん、かわいい、ありがとうございます。鈴木、ありがとうございます。お団子たくさん、みおさん、ありがとうございます。そう、今日はレイコさんのお誕生日、おめでとうございます。おめでとうございます。そんな今日はよしみロマンスのレイコさん、秘書のレイコさんとの、よしみロマンス堂秘書のレイコさんとのお誕生日です。今日は100キロ、ありがとうございます。集めてくださってありがとうございます。お団子ありがとうございます。鈴木、ありがとうございます。尊い、今日もありがとうございます。おいぼいさん、オリックス3公演見た、ありがとうございます。まだまだコンサートのこと話し足りないんですけども、今日も話しましょう、たくさん。わざわざ感想待ってます。亀子さん、素敵な写真をあげてくださって、現像とか編集とか大変だと思うんですが、ありがとうございます。お、28日当選しました、イエーイ。どうでしたか、皆さん。久しぶりの平日なんですけど、どうでしたか？ イエーイ、ありがとうございます。お、今日誕生日、そうなんですね。おめでとうございます。メイコさんと同じ、おめでとうございます。ウルスさん、だるま、ありがとうございます。パリピヨッチーだよ、パリピヨッチー。すぐちゃんさん、肌ありがとうございます。すすき、ありがとうございます。お、起きれた、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。お、28日いきます。お、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。お団子、ハート、ありがとうございます。当選した、当選した、おお、ありがとうございます。ありがとうございます。バラ、ありがとうございます。たけさん、ありがとうございます。おはようち、ありがとうございます。黄色だるま、ありがとうございます。朝からありがとうございます。よしみろマスターは今日多分21時に配信なので見てくださると嬉しいです。しょうちゃん、すすき、ありがとうございます。
仕事抜け出して怒られないようにだけ気をつけてください。そう、久しぶりの平日なんですよ。そう、その日たまたま出れる日なので。今日の朝ごはんはですね、昨日多めに送った M スドのさつまいもどなんですよ。食べましたか？めっちゃ気になってて買ってきてくれました、ママが。おはようございます。おはよう、ありがとうございます。 M スド、そう、 M スドの亀子さんの写真がね、めっちゃシマウマで、ヨシミヤネット調べたらシマウマがめっちゃ多くて面白いんですよ。じゃーん、キンキンやね。なんかめっちゃキンキンじゃない？ハロウィンのも買ってくれてました。これポンデリングかな。でも美味しいよね。わーっつってちょびっとずつ食べたいやつ。これちょっと、あ、いい、なんかカチカチになってる。めっちゃキンキンや。めっちゃカチカチになってる。これこれこれ食べたいと思ってたんですよね。それですか。ここを押しないといけない。これでちょっと、え、なんかさ、あれがさ、朝ごはんにドーナツめっちゃ食べる人みたいやん。いや、別に。いや、食べれないでしょ。はい。今日顔がちょっとあれなんだけど、パンパンだよ、今日。え、それはいつもと変わってないかな。昨日はあれ食べたから、辛いやつ。塩分取りすぎちゃった。すすき、ありがとうございます。いや、食べようと思ってもさすがにドーナツ3つは無理かな。重たくて胃もたれっていうか、重たくてあれかも。3つはちょびっとずつならいけるけど、3種なら3つともは無理な気がする。おじいちゃんも見ていてな。おじいちゃん、これとこれ、え、アキラコールそうなんだアキラコール多分これじゃない、おじいちゃんのは。歯、なんかこれ食べない、歯にポキッて歯を、あ、ひらめいた、きた、ありがとうございます。シマウマの気持ちになったぞ。おい、私はシマウマ、私はシマウマ、私はシマウマって思いながらやりました。どんな気持ちかな、シマウマ。今度見に行こう、シマウマ。いい音してます。そう、ヨシミヤネって調べたらシマウマがいっぱいいて、あと持ち上げられてるやつも多くて嬉しいです。バータリ号カメコタイムだったんですけど、多分何かでカメコタイムってならなくてだったですよね、多分。そう、カメコタイムだったんですよ、実は。いただきます。どうやって食べていくの。このままガリっていったらいいのかな、うん。うん、おいしい。ポンデリングの形してるけど、オールドファッションの味がする、中は。ね、ガリガリしてておいしい。ちょっとほろ苦がガリガリおいしい。ちょっとずつ食べる？どっちがいい？うん、ピンクか。ポンデルフレンチ8分の1ぐらいください。8分の1にするんだったらポンデリングの方がしやすいかな。いや、でもエンゼルフレンチも、はい、じゃあそれの一玉と8分の1で。え、それは無理やな、おじいちゃん。ここ丸から置いとこう。8分の1、8分の5チップとかあったよね、昔。
なんで8分の5なんだろう。すすきたくさんありがとうございます。すすき畑がありがとうございます。よし、胃もたれする。甘いの、ね、すぐ胃もたれしちゃうんですよ。胸焼けが甘いもの、ちょっと違いが分かんないけど、生クリーム系は食べ、そんなに量は食べれないんですよね。好きだけどちょっとしか食べれない、生クリーム系。ジャリジャリしてて美味しい。ジャリジャリ、ちょっとちょうだい。一緒にジャリロ。昔は3つかける3食ドーナツ食べてたの。1日9個ですか。やば、ドーナツ大好きなんかな。これはラスキンの作れるところをさ通ったから、そうそう、 あれね、お土産買って帰ろうと思ってブーンって入ってったらさ、うん、ちょっと止められて、うん、あ5時までですって言われた。あそこ作ると5時まで、うん、また作りに行きたいですね。でも1号店はミノーなんじゃないかな、確か。ミスタードーナツさん番号がついてるの知ってるでしょ、店舗に、うん、それができた順なんですよね。ちまもさん連射ありがとうございます。重いし大変なのにありがとうございます。バラありがとうございます。バラタニコ首振りで白目。私もでも頭振り回しながらピアノやってたからさ、もうそこはあえて自己が狙っていこうと思って、逆にもう私白目向きながら頭振りまくってました。逆に事故が狙ってました。懐かしい、うん、みんな懐かしいって言ってる。箱だったんだよね、それ多分標準的な大きさが8分の5だって。8分の5っていう数字がアイネみたいな感じのイメージだね。よく言ってるの13分の6とかね。わかんない。8分の5ジップで育ちました。ダメなの13分の6っていうのは。違うんだよ、13分の6と 0.5 は違う。あ、ミスド食べ放題ありますよね。行ってみたいなと思いつつ、多分食べれないなと思いながら行ってみたいんですよね。分離しちゃった。美味しい。ガニ股？液体すぎの液方で十分のとこかな。あれもうみんなでブン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 振り回してます。楽しすぎて。自己が上げるのいいけど。そうですよね、逆にと消してくださってる方もあってありがとうございます。ん？食べるんだったら、あ、よろしく、ちぎちぎ、よろしく、ちぎちぎ。エチオチャーハンもあるよ、朝から作りました。ちぎちぎしよう。目のとこいる？泣き最高の時のポーズはこれ、これしました。あのトゥルーパーパスの最初のポーズから撮りました。あのポーズめっちゃ好き。あのチーム M さんがあの昼か夜か分かんないけどやってたトゥルーパーパスでやってるポーズがあるんですけど、
カニ股で、あれが好きだからアンパンツしました。バーター号めっちゃ楽しかった。もうみんなイエーイイエーイイエーイみたいな。でもその前の2曲が和風のかっこいい曲だったからさ、確かハート床の間だっけ。そんな中あれたちがイエーイイエーイみたいな、ちょっと緊張するよねみたいな話してました。行き当たりばったりのバー当たりとか、うん、タコありがとうございます。タコ夜かトゥルーパパさん、そう振り付けがあれをやって可愛い城之内さんすごいなと思いながらね。でもすごいね、あれでよくこんなに見つけてくださって、うん、本当にお礼を申し上げます。50何人もんのにね、ありがとうございます。絶対隅の隅じゃん、うん、隅から探すもんね、すごいね。場所で頑張ろう。うん。な、もっちり。小さいことからコツコツと与えられたポジションで頑張ろう。原点にしてと頂点って感じね。ポンデリング。ああ、そうそう、ポンデリングね。フレッシュ感最高。よかった。ね、あれはフレッシュなんぼ。な曲ですもんね。ケイトさんとハートしてました。私がわーってしてたらね、ケイトさんが来てわー嬉しかった。なんかいつもパパが知ってるわね。実はパパずっとスポーツやってて、してる、やってる、してる。少年野球から最後の一口バスケ、ほとんどその青春をバスケやら野球やらに費やしたけど、まあ、試合に出れるかどうかっていうのはなかなか難しいことなんやみたいな話しとったな。まあ、かといってそうなって、お、ライブの一貫時期の毎日の練習のことばかりと、おお、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、マラソンね、パパマラソン好きなんですよ。マラソン好きなんですよ。マラソン申し込むかもしれないね、パパも。当たんないんですよね、あれね。もうでもマラソン久しく走ってなくない？なんだっけ、一時期本当にハマってて、なんだっけ3時間以内とか4時間以内とか目指してた時が、サブ4ね、サブ 4? 4時間以内、3時間以内は絶対4時間以内を目指してた頃があったんですよ。三平さんマラソンとかね、いろいろ出てます。いつしか2、3年前あ、もっと前か4、5年前大阪マラソン当たんないんですよね、あれ高いしね。でも今年は申し込むんじゃないですか。そうなんです、フルマラソン、そうそうそう、フルマラソンそう、難しいらしい、4時間以内。じゃあサブ4を目指して、サブ4ちょっと出るんですよ。お、目指してたんですよ、うん、そうそうそう。でも、まあ、目指すぐらいにっていうほどは早いのかな、きっと。
習してましたね。そう、なんか一人で行ってくるわ。誰も見たことないよね、家族が。どうしても合わなくて、いつもなんかなかなか合わなくて、見に行ける日がなくて、見に行ったことはないんですけど、だから本当に走ってるとこ見たことないんですよ。潮吹きながら。そうそうそう、ちょっと行ってくるわみたいな感じで。そう、目指してたんですよね。最後小鹿みたいに震えながら、多分脳内は走る。でもなんかもう結構一人で、靴は薄いやつが良くてみたいな、靴探しから行ってたよ。靴の底はどれぐらいのサイズが良くてみたいな、薄い方がいいんだよねみたいな言われましたもん、私。言われて、なぜか一緒に靴探し連れて行かれてね。本当に羊羹とか買ってて、この羊羹とこのなんかバナナが良くてみたいな、羊羹買いに行ってました。だからマラソンの T シャツがいっぱいあるんですよね。いや、私AED とかでしょ。途中で。そう、靴にこだわるんだ、やっぱ。そう、なんか薄い方がいいらしくて、薄い方が痛いけどなんか良くてみたいな話を聞かされました。マラソンすごいな。最後はでもマラソンの人はホノルルに行き着くらしいよね。何、ホノルルマラソン、どこ。ハワイだよ。ハワイか。ホノルルに行き着くんだよ最後は。え、ハワイまで走りに行ったってこと。だから最後はみんなマラソン その聖地みたいな。あ、そうなんだ。あ、今は続く子がやった。そうなんだ。へえ。写真しか見たことないんですよね。そう。でも前日からいつもなんかめっちゃ準備してて、ゼッケンを貼ってみたいな。懐かしいね、なんか。カッペイちゃんと走ろうマラソン。懐かしいぐらい前だけどね。あ、やっぱ大会出るたび T シャツ増えるんだ。へえ、パパもいっぱい持ってるんですよ T シャツ。私がレッスン着にたまに一回だけしたことあるけど。それはでもマラソン、あれやん、パパが引き継いだ。原カレンさん出たことあるんだって、ホノルルマラソン。すごいね。へえ、そうなんだ。あれ走ったことあるんですね。アズさん、今年も大阪マラソン走るって言って。今ちょっと見てました会見。車で車がいい。そうなんや。それだけでいいの。まあ、言うてすぐあるし、今日テストだから。ああ、私は長距離よりも短距離の方が得意なんじゃないかな。まあどっちもあれだけど、まあ、長距離得意じゃないかな。わかんないな。でもそんな走ることないけど、よね、パパ曰くポテンシャルはあるっていう、ね、誰が、はいはい、な、何目線。ポテンシャル、いや、パパポテンシャルは小学校の頃は長距離走とかあったけど、冬にもう なくて、中学も高校も全然やらないんですよね、長距離走。50メートル走測るのはするけど、水泳とか意外と泳げるよね。水泳は結構いけるけど、披露する場がないね。懐かしいね。懐かしかったね。俺多分通勤電車聞いてちげえよと思ってる。アプリとかにもつけててね、なんか何キロを何時間で走ったみたいなつけれるアプリがあって、それをお友達、マラソン友達の、まあ、あのなんかサークルの人とか会社の友達にマラソン友達がいて、そういう人と一緒になんかその共有したりして
今日は何キロ走りましたみたいな。でなんかさ山の上とかでさ写真撮ってさ、あそうそう山の上でここまで行きましたみたいな。なんかマラソンだと山登りだったっけ、なんかトライアスロンみたいな、トライアスロンじゃないけど、ね、や山をなんか走るみたいな、なんかわかんないけど何を動くみたいな。そう、そういう山にもなんかちょっとかじってた時もあってね。え、フルマラソンの翌日に公園、すごい、すんごい体力ですね。へえ。あ、それそれクロスカントリーだ。それだそれだ。ママの運動、ママもなんか泳げるよね。でも泳げたのかな過去失礼な、あ違うですね、運動本当に。え、そうなの。あ、強いて言えば飛び箱とか。え、飛び箱ちょっと想像できないけどルンルンダンスはやってみた結果ちょっと無理です、ルンルンダンス意外と大変なんですよ、あれ。初めてね、あのこの前フルでコンサートで踊った時に思った。結構大変だなって、結構汗だくになりました。涼しくなってきてマラソンのこうシーズンになってきましたよね。ずっとあれでコロナでずっと何年も中止やったもんね。うんうん、そう、ルンルン何がハードか分かんないけどめっちゃ汗だくになったんですよね。でもめっちゃ難しかったんですよ。もうあの渚最高、そのサビは完璧なんで、サビ以外が細かい振り付けが多くてめっちゃ難しかったです。振りを覚えるまで難しかった。めっちゃ足を持って回らないと。どこがルン？こうやってこうやって。どこがルン？じゃ足の形がルーだからルンルンダンスなんだよ。何さっさ一個。なんか大変そうだね。腰にくる。ダイエットになりそう。なりそうだね。これで手もつけてるんでしょ。でもあれね、なかなか短パン、うん、T シャツ短パンであれやるの結構種類になりそうですよね。スカートとかだと可愛いけど。失礼しました。29分ですね。あ、終わりたいと思います。お仕事行ってらっしゃい。払いとかになる。払い。信用の払い。その方が難しくない？上がってない。飛んでんのにさ足曲げへんってむずないだって。確かに、ね。むずいでしょ。曲げた方が飛べるくない？では誕生日したいと思います。今日は石見ロマンスと第3回ゲストは坂田美咲さん。多分21時だと思いますのでよろしくお願いします。配信されるのは21時なのでいつでも見れるので、ぜひ3の前に2とか1も見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。13位正岡浩二さん、ありがとうございます。12位山俊さん、ありがとうございます。11位ソラさん、ありがとうございます。10位カツラさん、ありがとうございます。9位タマキーさん、ありがとうございます。8位ショウちゃん、ありがとうございます。7位水族館さん、ありがとうございます。6位平八さん、ありがとうございます。5位青いボーイさん、ありがとうございます。
4位ウーカメンの箱石さん、ありがとうございます。そして3位はドゥルルルルルン、はるさんでした。イエーイ、ありがとうございます。そして2位はドゥルル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 ン、大くんでした。イエーイ、ありがとうございます。そしてそしてこの配信の1位はでで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 、みょんさんでした。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも朝からありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。頑張よち頑張りましょう。今日も頑張ろう。朝からありがとうございました。本当じゃない方もあのアツキラキラとかデイリーミッション集めてくださってありがとうございます。28日の公演お待ちしております。キャンマチおまけはまだやってるかな、申し込みお待ちしてます。おやすみおやすみ、行ってきます。では次の配信も来てくれるかな。それではまたね、行ってきます。今日も頑張ろう。またね、ありがとうございました。